そこの君、傭兵だろ。その体躯、使い込まれた剣、腕の立つ傭兵と見込んで君に頼みがある。ぜひとも私の護衛を引き受けてもらいたい。あんたの護衛を？私はゼメキスについて研究しているものでね、ここらの遺跡を調査している。しかし近頃は野党や魔物が横行しているため、屈強な同行者を探していたのだ。護衛を引き受けてくれるなら相応の報酬を払おう。そこらの凡人には知り得ないゼメキスの逸話も聞かせよう。どうだ、悪い条件ではなかろう。いいだろう。よし、ならば早速ついてきなさい。どこへ行くんだ？まずはゼメキスの街道沿いを調査する。さあ早く、さあさあさあ。おい、護衛をしてほしいんじゃなかったのか。仕方ない、追いかけるか。腹減ったな。一両へ行く。いつになったら関所を越えられるんだよ。行ってるそばから。怪我したくなけりゃ有り金を置いてとっとと撃てな。来い。怪我はないか？ああ、私は平気だ。君のおかげで助かったよ。ところで見たまえ、この素晴らしい遺跡を。そう、バリスゼア全土で見られる空の文明時代のものだ。天より降ってきた船、またの名を飛空艇とも言われているが、実はその正体は未だ解明されておらんのだ。さらにこの辺りをよく観察してみたまえ。この遺跡、どこかおかしいと思わないか？ゼメキスの大穴に沿って遺跡が断ち切られたような跡があるだろう。これもまたゼメキスの謎でな、魅力の一つでもあるのだ。続きは次の目的地で話そう。さあ行くぞ傭兵。本当に威勢のいい男だ。
災難だったな。いやあ、ありがとう。君のおかげで命拾いしたよ。ところで見たまえ、この美しい絶景を。そう、ゼメキスの大幕府だ。神話によれば、遥か昔、神と人との争いによってこの大穴が開いたとされている。その時、人は神の怒りに触れて多くの命が失われた。まさにゼメキスの悲劇というわけだ。神話を読み解くには途方もなく時間がかかる。私が生きているうちに解明できるといいのだがな。のんびりしてはおられん。次へ行くぞ。さあさあ、ついてきなさい。怪我は？この通り平気だ。いやはや面目ない。今のは遺跡周辺に出没する動く異物だったな。奴らをあっさり倒すとは大したものだ。さて、ゼメキスの大穴ができた原因は人が神の怒りに触れたからと伝えただろう。ではなぜ神は怒ったか。それはこの遺跡を見れば明らかだ。見たまえ、この神秘的で不可解な構造を。我々では到底生み出せるものではない。おそらく神から技術を奪ったことで怒りを買ったのだ。あくまで私個人の見解だが。遺跡の調査もいいが、もう一人でうろつかないでくれ。そうだな、小話もここで最後にするとしよう。思う存分うんちくを披露できて満足した。調査が目的ではなかったのか？いやー、すまない。実は話を聞いてくれる相手を探していただけなんだ。どうも長話になってしまうせいか、誰にも聞かれなくなってしまってね。傭兵に護衛を依頼すれば、同行している間私の話に耳を傾けてくれるのではないかと。十分聞かせてもらったよ。そろそろ僕らの市場に戻るとしよう。では行こうか、護衛役殿。今度は目の届く範囲にいてもらうぞ。
無事に戻ってこられたな。さあ報酬だ、受け取ってくれ。話を聞いてもらった分上乗せしておいたからな。久しぶりにうんちくを披露できて満足したよ。